人口減少と高齢化という課題に直面している我が国日本。内閣府のデータによると、高齢者1人を支える現役世代の人口推移は1950年には 12.1 人だったのが年々下がって2065年には 1.3 人になると予測されています。このままでは労働力不足、そして医療介護費用の増大が深刻化する一方です。こうした国家課題の解決に医療介護の分野から挑み続けている会社があります。株式会社プラッツ。同社は医療介護で使われる電動ベッドのメーカーであり、在宅介護の環境を改善し、病院や介護福祉施設の職員の負担を減らす製品を生み出している会社です。高品質であって高機能であって低価格、いわゆるチャレンジャーとして見られてるんじゃないかなと。大型の受注を獲得できた時はもうよっしゃっていう、自分のやりたいようにやらせていただいて、5年後ぐらいの自分が一番成長できるのはプラッツ。希望した人はもう 100% むしろ取ってくださいじゃないですけど。今回のカウテレビ企業密着ドキュメントは、日本のそして世界の医療介護業界を先導する株式会社プラッツに潜入し、同社が選ばれ続けている理由に迫ります。プラッツの本社は福岡県大野城市にあります。主力商品は医療介護福祉の現場で使われるリクライニングベッドで、これまでに北海道から九州まで全国8000カ所以上の施設にベッドを納めてきた会社です。プラッツのベッドは在宅介護用の部門で業界シェア第2位、また病院や高齢者施設用のベッドの市場でも第4位。さらに東アジアの国々の高齢化を睨んで輸出事業も年々拡大しています。同社の合言葉は高品質、高機能、低価格。非常に医療用介護用というものは市場原理が働いてなくてですね、閉鎖的なクローズドマーケットで種類もない、コストも高い、そういったものをですね、私どもとして高品質であって高機能であって低価格の製品を供給することで、社会的な意義もありますし、社会的な弱者の方がご利用されるものですから、経済的にもですね、ご支援ができるんじゃないかと。こちらは入社2年目の宮本さん。関東支店で働く営業マンです。この日は取引先の一社である株式会社ケアサービスを訪問していました。同社は東京23区に50棟の介護施設を展開している会社であり、そのすべての施設のベッドをプラッツが納めているといいます。介護度の低い方のニーズが高まっているというところで、そのゾーンに出させていただくものになってまして、機能としては床ずれ防止用具として機能を付けさせていただいてまして。めちゃくちゃ少ないですか？そうなんです。お客様が、すごいありがたいというふうに、こういうベッドがあったらよかったですとか、あとマットレスすごい嬉しいですっていうふうなお声を聞いたときに、やっぱりこのプラッツっていう一メーカーが皆様のお役に立てているっていうのがすごい営業としても嬉しいところであります。結構プラッツさんは他社さんに比べると現場の意見というかを結構反映してくれるので、そういった意味でこういう話す機会があると私はすごく助かっているので。宮本さんは高校時代に足の不自由な友人がいたことで福祉用具に関心を持ち、プラッツへの入社のきっかけとなったといいます。高校生の時にクラスメイトになった一番の友達がいるんですけども、その子が、ずっと車椅子を利用して生活をしていて、その友達のためにといいますか、福祉用具の開発ができればと思いまして、福祉用具を必要とされている、ご利用者様のために、商品を提案できているってことはすごい嬉しいことで、製品の良さっていうのもあるんですけれども、皆さん先輩社員上司の方含めてすごい新卒の私に優しく接してくださって、5年後ぐらいの自分が一番成長できるのはどの企業なのかなって考えた時に、やっぱプラッツが一番成長できているだろうっていうふうに一番の決め手になりました。こちらは入社7年目の木下さん。訪れていたのは関東地区のとある特別養護老人ホーム。こちらの施設でも全面的にプラッツの介護ベッドを使っているとのことで、この日は理事長さんに使用感をヒアリングしているようです。こんなデザインだったらいいとかってあります？やっぱり丸みの曲線があるようなデザインもあったらいいなと。木下さんが営業君に来ることによって、私たちも頑張ろうって勇気づけられることも随分ありましたし、他の
法人さんにもこちらから紹介させていただいて、まあ、こちらに貢献していただいた分、私たちも木下さんの役に立てればということで、新設で施設がオープンするという話を聞くと、木下さんに連絡をして、とにかく営業に行ってみてくださいということで、まあ、本当にお客さんの声が、まあ、正直一番かなっていうのは自分の中では感じているので。福岡出身という木下さんは福岡大学を卒業後、新卒でプラッツに入社したそうです。名古屋や広島で働いた後、もっと大きな市場を求めて関東支店への移動を希望したといいます。せっかく人生一度なんで、一つの県にとどまらずいろんな県で楽しめるってところも、まあ、この全国転勤の逆に楽しいところでもあるのかなと思うので、市場がでかい関東でやりたいって目標はずっと営業になって2年目ぐらいからは抱き始めて、まあ、逆に一つの県にとどまらずいろんな県に配属になるのもスキルアップだったりステップアップとしてはいいんじゃないかなとは思いますね。こちらは関東支店の矢部支店長です。この日は自社のショールームに取引先の担当者を招き、在宅用の電動ベッドを体験してもらっていました。じゃあちょっと寝てみてもいいですか。はい、こちらのベッド、製品名ラフィオは背中を上下2つに分けてリクライニングする独自の機能を搭載しています。背中だけでなく首だけの角度も調節できることで、ベッドでの食事もしやすく、介助する人の負担も大きく軽減できるといいます。これは現場の声から開発されたフラッツオリジナルの製品です。肩甲骨から上の部分だけを今上がってるんですけれども、約20度ほど背上げすることによりまして、ベッド上でのお食事でしたりとか、まあ、テレビ見ていただくときにお顔の一部を高いところまで持っていけるというような機能になってますね。これすごく目線がやっぱりまっすぐだし、結構飲み込みもしやすいかも、はい、矢部さんは20代で支店長に昇進した若手の筆頭格で、部下6人を抱えながら時には自分も現場に出て営業をしています。お客様の大半は経営者であるため、その経営課題を解決するパートナーになれることにやりがいを感じるといいます。お客様の経営者の皆様とお話しさせていただくことが多いんですけれども、プラッツの商品だったり提案だったりを感じて、利用者様に喜んでいただいたっていうお声だったりとか、収益が改善されただったりとか、まあ、お客様 の力になれたっていうのをお聞きすると、よっしゃっていうふうには思います。若い世代代表で頑張っていきたいと思ってます。プラッツの創業は1992年。当初は救急用の酸素蘇生器の販売から事業をスタートしました。その後、ベッドや周辺機器の開発と販売にビジネスを広げ、介護保険制度が始まった2000年を境に、医療・介護業界へのマーケットへ本格的に参入。ユーザー目線での製品開発と高品質・高機能・低価格という新たな価値を打ち出しながら、この業界に風穴を開けてきました。そして2015年に東証マザーズと副証キューボードへの上場を成し遂げ、それを契機にさらにシェアを拡大しています。2022年に創業30周年を迎えます。本当にこの30年チャレンジをしてまいりました。これは製品の質、機能もそうですし、品質もそうですし、コストにも果敢にチャレンジをしてきて、それがようやく業界の中でですね、プラッツという会社はチャレンジングな会社だな、それとユーザーの利用者さんの立場に立った商品開発をしている会社だなというようなことの評価はいただけてるんじゃないかなと。プラッツには働くママさんや高度外国人材も在籍しています。女性 の産休育休取得率は 100% ですね。希望した人はもう 100%、 むしろ取ってくださいじゃないですけど、おめでとう、じゃあいつ取るみたいな感じ。長く働ける会社だと思います。やっぱり女性の方でも産休育休復帰しても仕事を続けている人いっぱいいますし、高齢者の生活を良くして社会に貢献できる仕事だなと感じましたので、プラッツで働きたいと思いました。将来ベトナムも高齢化
が進むので、今プラッツで働いてることで、まあ、いろんな経験を重ねて高齢者に役に立ってる商品を提供できたらいいなと思っています。プラッツの2代目ジョー社長です。日本という高齢化先進国で磨いた事業、ジョー社長はその先に日本に続くアジア、そして世界の市場を睨んでいると語ります。2040年ぐらいで65歳以上の高齢者人口がピークを迎えるんですけれども、中国なんかは、そこから10年後に65歳以上のお年寄りのピークを迎えるという、そこにやっぱり大きな成長性もありますし、日本市場の、数十倍大きな市場なんですね。そこをやっぱり我々が将来を目指して、韓国、台湾、香港も含めた東アジア地域を中心に拡大をしていきたいなというふうに思ってます。これからっていうのはですね、やっぱり医療、介護、そして健康まで含めたですね、総合メーカー、そういうような位置づけで我々が30年後大きな企業に育っていければいいかなというふうに思ってます。